こんばんは、安藤さくらです。今日初めて上映後でこう内容をすごく宣伝とかでも気をつけて喋ってきたんですけれども、やっとこうやって皆さんと上映後のこの空気の中でおしゃべりできるっていうのがとても楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。永山さん、お願いいたします。こんばんは、永山瑛太です。本日はありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。是枝監督、お願いいたします。はい、怪物を監督しました是枝です。公開から2週間ちょっと経ちまして、すごくたくさん感想が僕の元にも寄せられています。この映画がいい形で広がってるなというのを実感しております。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。トークをせっかくなんで上映後ですのでたっぷりと伺っていこうと思いますが、先ほど安藤さんおっしゃってたね、これまでは上映前の舞台挨拶ですとかなかなかこう映画に関して話すタイミングがなかった、内容に関してしっかり今日は上映後なのでお話しいただけるかなと思うんですが、公開を迎えて2週間以上が経ちまして、たくさんの方にご覧いただいている本作です。今週にも動員数が100万人を突破する勢いということで、ちょっと伺ってみたいんですが、もう2回以上複数回ご覧になっていますという方ってどれぐらいいらっしゃいますか。わあ、安藤さんいかがですか。すごいですね。何回ご覧になってるんですかね。ちょっと聞いてみます。じゃあ、3回以上の方、かなりこれもいらっしゃる、4回以上見てるよという方、5回以上も見てますっていう方もいらっしゃるのか、4回ぐらいですかね、いらっしゃった、5回以上見てる方もいらっしゃるという、それだけ語りたくなりますし考えたくなります。この作品の中に入りたくなるというお客様多いと思うんですが、安藤さんのところには何かこう反響とかで届いてますか。なんかラジオ聞いてる、ラジオもう次々怪物の話を皆さんされるので、すごいんだなって思います。なんて言ったらいいんですか。そうこんなにみんな、おそらくお願いして話してもらってるというよりは本当に自発的に見たっていう感想をね。そうでも皆さんなんかラジオで話している感じ、もうあんまり細かいことは言いませんって皆さんおっしゃってて、すごい。でもなんかだんだん私よりもこうご覧になられた皆さんの方がすごいいろんな細かいことを、怪物の細かいことをご存知なのではないかという、ちょっと逆に何か自分より皆さんの詳しい気がして、今日ちょっと喋るの怖い気持ちにもなってます。いろんな解釈があってね、いい作品だと思いますけれども、永山さんのところには何か反響は届いてますか。そうですね、でも本当に皆さんそれぞれ感じ方だったり受け取り方が違うので、でも一番やっぱ多いのは2回目以上見た方々が、何かやっぱこの映画の、より何か、人それぞれもちろん違うんですけれども、感想のニュアンスが違ってくるなという印象を受けたのと、あと一番多いのは言葉にならない、だから会って話がしたいっていうような連絡が来たりとか、僕の周りでも一番多いのは5回目見たっていう感想があったり、そうですね、でも言葉にならないっていうか、なんかその今さくらおっしゃってた通り、その今まで取材をずっとやってきた上で、こう何かこうオブラートに包んで話さなきゃいけなかったというか、そのネタバレですみたいなこと、でも実際こう公開されてから余計なんかそのどういうふうにこちらとして語っていいかが分からなくなったというか、
どう言葉でこの映画の良さをっていうことがもうお客様の方がなんかより理解されてるのかなという気になって、僕自身も言葉にできない気持ちではいますけど、はい、言葉を尽くして話したくなる作品ということでね、皆さんきっと長く熱を持って話される方も多いかなと思うんですが、先ほど是枝監督のところにも結構ご感想が届いているというふうにおっしゃってましたが、どんなことが聞きますか。あまりあの SNS 向きじゃないっていう、もっと長い文章でちゃんと感想を伝えたいという感じですかね、はい、あとはもう本当に周りにいる、僕あの周りに結構若い監督たちが仲間として同じ空間にいるんですけども、彼らに言われているのはいつもよりも演出に迷いがない、編集のキレがいい、もう自分で脚本書かない方がいいんじゃないかっていう、あの熱い温かいメッセージをいただいてます、はい、そんなことをおっしゃる方がいらっしゃるんですか。それを聞くとどんな気持ちになるんですか。あの悔しい気持ちもなくはないんですけど、いやいや次これ坂本さんと一緒にやったことを自分で吸収して、次は自分であの無駄のない脚本を書こうっていう気持ちに今はなってますけど、でも自分で見ててもやっぱりあいい編集してるなって今回は思ってたので嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、うん、はい、かなりズバッと。でもあの皆さんもね、その坂本裕二さんと是枝監督がタッグを組むっていう、ある意味私たちにとっても夢のようなこういう作品が誕生したんだという、そんな興奮もありましたけれども、これ見た後なのでシーンについても語っていただいていいかなと思うんですけれども、皆さんが選びきれないとは思うんですが、最も印象深かったシーンについてぜひ教えていただきたいんですが、安藤さんいかがでしょうか。演じてて印象深かったですか。そうですね、でもいいですし、うん、ご覧になってその出来上がったものをご覧になってからでも結構です。なんかでもすごくあの現場の出来事としてすごいこう印象的だったシーンは、港と病院の帰り道のあの港が走り出すシーンはなんかいろんな出来事があって、すごく印象に残ってますし、あの何回か繰り返しやってる時にあの宗谷君がこう本当ちょっとバンって弾けたというか、その瞬間をこう近くで目の当たりにして、なんかこの反応に乗っていくっていうあの時間もすごいなんかすごいワクワクした気持ちがあったのと、あのカットかかった時に監督が OK でしょみたいな顔になったんだけど、一応こう技術部さんの OK が出ないとそれはもう全体の OK にはならないから、まだ OK とは言わないでって監督から逃げたような気が。とてもいいシーンだったね。でもね、そう、あの時の瞬間なんかこう現場の空気はすごい印象的というか、みんながなんかすごい、最初にリハーサルやった時に港がしゃがみ込んで顔を覗き込んでみたいなお芝居にしてたんですけど、リハーサルやってるうちになんとなく違うなと思って、別にしゃがみ込まなくてもいいよっていう話を港にして、そしたら走り出したんだよね。それでさくらさんが追いかけるっていう芝居に変わって、あ絶対こっちの方がいいやって思ったんだけど、そこの道のその先まで撮影予定じゃなかったんで照明をしてなくて、それで一旦撮影中止にして日を改めて撮り直したんですよ。だからまあそれはもう本当にスタッフがいや絶対こっちの方がいいから日を改めましょうって言ってくれたので実現していて、そこで誰かがちょっとでもな撮ろうよって言ってたらあんなシーンにはなってないので、しかもその時その時点でその当初撮る予定だった最初の日も日の関係で伸びてて、でだからもうこの日撮らなきゃっていうのが多分どっか大人の人たちのか、ね、絶対あるはずの日だったのに、照明の大下さんっていう人が、うん、
やり直そうって言ってくれたんで、うん、もういい本当にいいスタッフでした。すごい、なるほど。あの時のなんかチームのかっこよかったですね。安藤さん、これまでの現場でもその役者さんの動きでじゃあここまでやった方がいいとかこういう流れにしようって監督がこう変えられたりっていうことは割と柔軟にある現場なんですか？私への質問ですか？そうです。多分監督の方が私分かんない。何ですか？この役者さんがこう動いたからじゃあこういうふうに変えましょうっていうことは監督の現場ではかなり柔軟にあることなんですか？僕の現場でそれはすごく監督は多分ものすごく役者さんというか俳優部のとか俳優部に限らず全てのこう流れというかをとても汲み取りながら撮影を進めていく監督だと私は感じているんですけれども、どうなんだ、分かんない。そうだね、そうだよね、うん。そうだと思う、はい、そうだよね、うん、なんかすごいプレッシャーだ今の。ありがとうございます。そうですよね、はい、長山さんはご自身でその特に印象深いシーン、作品をご覧になってても結構ですし撮影中に感じられたそういったシーンはありましたか？冒頭のさくらがクリーニング店で働いてる時に何かエレベーターみたいな、うん、あそこに機械を押してなんかこう機械が動いてた後に動いてのろか屋さんに気づいた時の動きってやつね。あれはあんな人間見たことないあの気分ってどういうこうなんていう、今までのそのまあその何ですか、役者さんの中であの動きをした人を見たことがないすごいなってやっぱ冒頭からこう始まって見てた時にその、ね、うん、なかなかあれはできないっていうか、すごいものを見たって、ほら思いましたね、うん、でもすごい同じような身体表現のなんかハッとすることを私は本当最初に見た時に瑛太君のその瞬発的な身体表現みたいなのにすごくうわって思ってたんで、なんかすごい。そうですよね。特にどういったシーンでしたか、それは堀先生の動きとしては、ね、全部そう突発的なというかこう何かそれこそなんか魚こぼしちゃうっていうのが違うな、なんて言ったらいいの、水槽水槽の水をこぼす、そうそう、とことかもうなんかすごいこう全部なんて言うんだろう、すごく体の反応とかその表現のなんか瞬発的な、なんつったらいいの、私全然うまく喋れないわかります、でも大丈夫、伝わってる伝わってる。是枝監督はそのお二人 の, その身体的なこう気持ちと身体が連動した時 の, その身体表現っていうのはどんなふうに感じてました？難しい質問ですね、すいません役者さんは究極的に言うと僕は運動神経だと思いますけど、それはスポーツができるとかできないではなくて体をコントロールしていく能力の高い役者さんが優れた役者だと思うと、やっぱこの2人はとてもそれが優れているから、見ていてとか演出していて楽は楽なんだよね。やったとても。僕が一番印象残ってるシーンの話をしてもいいですか？もちろんです。土砂崩れの横倒しになった列車の窓ガラスの泥を2人で必死でかき分けて中を覗こうとする2人のこうカメラ下から上に見ていて2人の手がこうずっとこう泥をかき分けてるあのカット、あれって大変だったね、あれね、開けるのね、泥が窓の枠に泥水が入っちゃって必死で枝田さんがこう開けて2人で覗くあの長いワンカットがとても好きです。あそこは本当に映像的にもかなりインパクトの私自身もあるシーンだったんですけど、あのシーンはもともと想定されていてあの完成に結びついてるんですか？あの絵がかなり面白いなと思ったんですよ想定は知ってませんでした、はい、一応あそこにカメラを置くというのは決めてたんですけど、あんな風になるとは誰も思ってなくて、
実際に雨を降らしたときに、あ、こんな風に見えるんだって現場で、なんかこう夜空の星のようにも見えるし、うん、あんな風に手がさ、感情をこうすごく伝えるってないなと思って、それは現場でだから見つけたカットでした、うん、なるほど。愛情にも見えますし、こうちょっとどこか怖さもあったり、隠れていくこう世の中の何かみたいな比喩表現にもすごく見えて、そうですね、はい、いろんなものがあそこに見えてきますね。そうですよね、なるほど。という本作、まあ、もちろん今日いらっしゃってる皆さん以外にも、もう語らねばという方々がたくさんいるんですけれども、この作品にはお二人のなくてはならない坂本さんの存在があったかと思いますが、是枝監督、お二人とご一緒されてみて、うん、どういったことを本当に一言にまとめるのは難しいと思うんですが、お感じになりましたか？坂本さん、はい、坂本さん、お二人いらっしゃると思います、坂本龍一さんも坂本龍一さんも、はい、一緒にやってみて。そうですね、もちろん裕二さんの時間をかけて決定校に至るプロセスでも十分坂本さんのこう緻密な脚本作りというのは間近で見ていて本当に勉強になったんですよ。だから分かってたつもりなんですけども、出来上がった映画を見るとさらに、あ、こことここがつながってるんだなとか、本当は出来上がる前に全部分かってないといけないはずなんですけど、僕はでもやっぱり絵になってつながった時に気づくことも結構あるんですよね。それが本当にすごいなと思っていて、いまだになんか周りにいるスタッフの話ばっかりして申し訳ないんですけど、いまだに坂本さんのセリフを真似して日常的にそれを使うスタッフがいるんですよ。直接触ってないから汚くないよみたいな、こう何気ないセリフなんですけど、すごい短いフレーズなんですけども、すごく独特の坂本さんならではの言い回しがあって、それがこうずっと残ってるんですよね。撮影からもう1年過ぎましたけど、そういう凄さも感じます。そして坂本龍一さんはもう監督が念願かなって今回ご一緒できたということですもんね。はい、はい、お仕事というか一緒にこう作品を作られていかがでしたか？うん、これが一番言葉にしづらいんですけど、自分としては本当にこういう形でもちろん全部の音楽をお願いできたわけではないんですけれども、一緒に同じこうスタッフロールの中に自分の名前と坂本さんの名前があるというのは本当に嬉しく思ってます。今回2曲お書きいただいて、はい、こう監督はいつも脚本を書きながら音楽の創造をされていたんですよね、はい、今回の場合は坂本龍一さんが脚本を書かれている、いつどういった段階でこういった坂本龍一さんにっていうことがつながったんでしょうか？もうロケハンで夜の湖見た段階で、これ坂本さんがいいっていうふうには思ってたんですよ。なので、まあ、撮影の前の段階でもう脚本もらってコンテを書いてる時にも坂本さんの音楽は部屋にかけてましたし、それはもう自分の中では一体化してしまったものですから、そこから離れるのは結構難しいんですよね。別の方に頼むというのも全く発想の中にはなくて、だから本当に断られなくてよかったな、ちょっと無理をさせたんじゃないかなという気持ちはあるんですけども、でも引き受けていただいてすごく感謝してますし、作っていただいた2曲以外にも、例えば山椒で子どもたちがマンホールに耳を当てて音を聞くシーンで使わせていただいた曲とかは12というアルバムから使わせていただいたんですけども、当ててみるともうそのシーンのために書いてくれたんじゃないかなと思うぐらい、なんかお芝居のというか、まあ、編集とかお芝居のリズムに音楽が合っていて、なんかそういうこう運命的なって僕が言うのもあれですけども縁を感じました。ありがとうございます。
そしてあの本作カンヌ国際映画祭でも世界中の方々から注目を集める作品となりまして、すでにですね実はもう190以上の国と地域での展開が決定しているということです。あの他の国の方々に見ていただく機会ができたり、作品が世界に広がっていくということを安藤さんはどんなふうに感じていますか？なんかもうこの国内でも本当にいろんなさまざまな角度からの感想っていうのが本当すごいあるというか、それぞれ感じ方が違うっていうのを改めて公開されて感じたので、こういろんな文化が違う中でこの映画がまた広がったら、またその角度が増えるというか、本当面白いだろうなすごく他人事のようにすごく面白いだろうなと感じてます。そうですよね、うん、カンヌで何かこう感想を言われたりってこともあったんですか？あ、そうですね、 なんでしょう、そう皆さんあのとても笑顔で、でもすごい素晴らしかったっていうのが多かったですけど、でも一緒に上映を見てて、あのなんだろう、笑いが起こるシーンとかをが面白かったです。まずは野呂さんが出てきて、野呂さんの中はこの表情、顔芸じゃないの表情ですごい笑いが起こってましたね、うん、ありがとうございます。すごい、でも笑いに関してはでもあの校長室のシーンは多分すごい笑えるっていう方と腹が立つっていう方と、なんかいろんな本当に感想があるような気がします。なるほど、あの辺の感覚はちょっと海外に行くと、割と日本的に映る場所なのかなとも体験してましたが、永山さんはいかがですか、この190の国と地域で展開されるということに関して。想像がちょっとできないですけど、すごいことですよね。だからそのカンヌ以外の場所の他の国の方々の感想も聞いてみたいなと思いますね。そうですよね。是枝監督はこのことについてはどんなふうに受け止めてますか、うん、190以上の国と地域で見られるという。すごいですねちょっと190も国があるんだっていうのが最初にちょっと驚きますけどね。あの地域も含まれているので190以上のということになってますが、はい、なんかあのもちろんカンヌにそれだけの国と地域の人が集まってたわけではないと思いますけれども、今回2週間いたので街歩いてると本当に声かけてくれてよかったよっていう少年2人がすごく良かったよっていう人もいましたし、あのこう身振りしてくれるんですよ、あの土砂をこう多分電車のあの窓のことを言ってるんですけど、これがもうっつって言う人もいれば、ラストはあれは助かってるよね生きてるよねっつって、そうですねって言うとほっとしていなくなる方とかもいて、なんかそういうやり取りがこう街中ですれ違いざまに起きるというのが映画祭のとてもいいとこなんですけども、なんかあんな風にこういろんな国でこの映画についての会話がこうつながっていくといいなと思います。ありがとうございます。あの本当は黒川さんと稲城さんの話もしたかったんですけど、お時間ですよね、そろそろすいません。まだまだこの作品に関しては30分では語り尽くせないというところもあるんですが、お時間となってしまったので最後にお一人ずつメッセージをいただきたいと思います。まず永山さんから今日見ていただいた皆様にいただいてよろしいですか？今日はお集まりいただきありがとうございます。本当に大ヒットを記念してということでこの場に立たせていただいてますけど、本当にそうですね、このままロングランとなればまた劇場でこの先もずっとこの映画を見ていただける機会があるんだなと思って本当に幸せですし、あと2度3度また映画館で見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。続いて安藤さんお願いします。質問が1個あって、この間も喫茶店で
隣にいた奥様が怪物見たいんだけど怖そうで、怖い気持ちになったら嫌だから行けてないのよねっていうことをおっしゃってて、うん、で私のなんかインスタグラムとかでもホラーですかとかっていう質問があったりとかして、でその時違いますホラーじゃないですよって怖くないですくらいまで言って、ある意味怖いよなとかなんて言ったらいいんだろう、でもな何を怖がってらっしゃるかがわからないから、そういう時なんて言ったら一番でも見ていただきたいじゃないですか、なんていうのが賢いんだろうと思って、今日聞きたいな、でも誰に聞けばいいんだろうと思ったんですけど、怖くないですよって言って大丈夫ですか。そうですね、多分その方はあの予告編で鼻血がポトって垂れるのからイメージしている怖さの怖さだと思うから、多分さくらさんが言ってるある人間とかその社会の怖さみたいなものの怖さって言ってないと思うから、怖くないですよで、ホラーとかでもないですよ、ホラーじゃないですよでいいかもしれないですね。なんかその時言っちゃったのは、何かご自身で感じることがあるならば、もしかしたら何かそういう苦しい気持ち、苦しいなんか、はい、苦しい気持ちになりたくないっておっしゃってたんで、うんうん、なることご自身次第ではあるかもしれませんけどって言っちゃったんですけど、それで大丈夫です、怖くないですよって大丈夫ですかね。ホラーじゃないですよ、ホラーじゃないですよという言葉を添えて、はい、まだあのご覧になってない方が近くにいらっしゃったら、ぜひ進めて、みんなでなんか怪物について考えたらすごいなんか、ね、面白そうだなって最近すごくよく思います。こうまた違う機会でもこうなんかいっぱいこうやってコミュニケーション見た方と取れることがあったらいいなと感じてます。ではまた手紙の締めみたいでしたね、今ね、最後の手紙のあの締めみたいになってましたね、またって、ありがとうございます。是枝監督、最後にお願いします。本当に僕が参加してからもう2018年の12月だから何年経ってた、4年半ぐらいか、4年半以上、あもっとだね、5年半か、あれそうそう5年ぐらいか、あの長い時間かけてこの題材とモチーフと向き合って、スタッフともいろいろな話し合いを重ねながら、あの役者の方たちとも、物語の人物像とも丁寧に向き合ってきたつもりでいるんですけれども、こう届け方とか語り方というのが非常に難しい映画であることは間違いなくて、そう今だからどんな映画なのって言われて、みんなで楽しめる映画だよとはなかなか実は言えない部分もあります、正直に言うと。なのでこうやって見ていただいた方たちの感想とか、まあ表情でもいいんですけども、こう目にすることでこの映画がどんなふうに届いているのか、届いていないのか、どんな届け方が正しいのかということを、まあ時間をかけて自分でもまたキャッチしていければなというふうに考えておりますので、ぜひ直接間接どちらでも構いませんので、届けていただければと思います。今日はありがとうございました。